愛知県の東三河地域にある豊橋市。市内にある工場から聞こえてきたのは機織り機の音。よく見てみると、こちらの機械には豊田式織機との文字が。トヨタ自動車を中心とするトヨタグループの創始者豊田佐吉が100年以上前に発明したものです。この機械で作られているもの、それがこちら。1枚9000円ほどの立派な前掛けです。製造を手掛けるエニシングの西村社長、20年ほど前、日本文化を世界に発信したいと漢字をモチーフにした T シャツや前掛けの販売を始めました。豊橋が産地だってことが分かって、で来たんですね。織物を作る人、染める人、紐を作る人とかって分業制になってて、注文の喜びもシェアしてやってらっしゃる姿はすごく美しいし楽しそうだなと思いましたね。前掛けは帯で骨盤を強く締めると股関節が安定し、腰の負担が軽くなるといいます。重い荷物を持つ酒屋さんたちに重宝されました。全盛期には日本一の前掛けの産地として栄えた豊橋市周辺には工場が100軒ほどありましたが、次第に需要は減り、現在は10軒ほどとなりました。職人さんたちも高齢化してて、もうじきやめようと思ってるんだよみたいな感じで冗談も含めて言われてて、で、あ、これは非常に魅力があるなと。伝統的な前掛けの特徴はこの厚くて丈夫な生地。その秘密は糸にあります。セーターに使われる糸と比べると17倍も太いんです。しかし太い糸がこうスムーズに折っていける機械っていうのはスピードが遅くないといけないんですね。今の機械だと速すぎて難しいんですけど、この古さのものだと綺麗に折れる。およそ100年前の機械と技術で作られた前掛け、その販路として目をつけたのが、前掛けをイギリスの展示会に出品しました。売り文句はクールなキッチンウェア。すると歴史があるものを尊重したり、長く使えるものを選んだり、ヨーロッパのその歴史ある文化とうまく合ったようでですね、100年前の機械で今でも作ってますから、非常にこう興味を持ってくださるんですね。前掛けの評判は広まり、こんなところにも。2021年に公開された人気スパイアクション映画 007 No Time to Die。 劇中で登場人物の一人がエプロンとしてエニシングの前掛けを身につけたのです。海外から評価された理由は他にも。西村社長が指を指した先にあったのは小さなモーター。こちらの長いシャフトと10台の織機がベルトでつながれていて、それら全てを動かしているのがモーター1台なんです。電気代は月3万円程度。エコロジーでエコノミーな100年前のシステムがヨーロッパの人々には新鮮に映りました。今でいう SDGs とか、フランスのセレクトショップのバイヤーさんなんかも、もうエコな商品だと思って買ってくれてますね。今フランスにも倉庫を借りたんですよ。そこを中心に世界中にまた広げていきたいなというのがありますね。伝統産業でこう、まあ、市場のニーズに合わなくて、まあ、海外でなかなか拡大しにくいっていう、まあ、壁あると思うんですよね。ストーリーとして歴史やバックグラウンドを丁寧に伝えて新しい価値をつけたエニシングの取り組みは、他のこう地場産業ですとか伝統工芸にとってもモデルケースになると思っています。